はい、皆さんこんにちは。わなりぐるびしです。では今回はスプリムルラ2020日本プレー続きをやっていきましょう。まあ、財政の強化ということで、ここのところね、動きとしてはそればっかりやっているので、退屈されてしまっている方も多いんじゃないかなと思うんですが、今回もね、お付き合いをいただければ嬉しいなというふうに思います。では、まずはですね、石油あたりをちょっとまた見ていきたいんですが、石油がマイナス1200か。さらに貿易赤字幅が広がっちゃってますね。ここは、まあ、ちょっとでもということで、まあ、バイオ燃料を少しずつ増やしていきましょうか。もうこのね、石油に関してはもうどうにもならないのは確実なので、どうにもならないところに、どうこうするのは諦めてですね、もらえるところからしっかりもらっていきましょう。あと電力も地味にね、やっぱりそのマイナス幅が大きくなってくると、全体の収支がマイナスになっていくので、ちょっとそうならないように電気も気をつけていきましょう。できれば消費物資は常時プラス2000、産業物資はできればね、今の倍、1500は欲しいかなというところですね。で、軍事物資は全然なので、まあ、ちょっとこの後成長産業にしていきたいなというところと、あと、この消費物資もね、いつその頭打ちになってもおかしくないので、やっぱり産業物資ですね。今、第二産業になっているこの産業物資を、第一産業の消費物資と同じぐらい、プラス黒字になるようにね、仕向けていきたいなと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。で、今回はですね、まあ、ちょっと今後の中長期的な戦略ということを鑑みてですね、何がじゃあ研究できるのというところを少しじっくり見ていきたいなというふうに思ってます。で、研究可能なもので言うと、ちょっとね、どうしても見づらいところはあるんですが、今、軍事系を、まあ、戦争系って言った方がいいのかな、見ておくと、ERFB-BB 弾、これは何かというと、弾道到達範囲の向上率がプラス40%、まあ、これ、ミサイル系になるんですかね、そうなると。これはすぐに、可能ですと。あとは NBC 系ですね。ICBM もありますけど。まあ、ICBM はいわゆる、大陸間弾道ミサイルで合ってますか？ちょっとそんなにね、現代戦争というか現代兵器に詳しくないので、間違ったことをペラペラとお話ししてしまっている部分も、もしかしたらあるかなとは思うんですが、まあ、ミサイル関連と、いうところになると思います。で、あとはこの NBC なんですけど、NBC に関してはいろいろあるんですが、これ、今後、まあ、攻めていくのであれば、ともかく、なんて化学兵器系ですよね、きっとこの NBC っていうのは。そうですよね。生物兵器が使用された場合に、救援計画を練りますということですよね。テロ対策的な面も含む部分なのかなというふうには思うんですが、この NBC 対策系、これも戦争の枠組みに入ってるんですね。あとはミサイル関連はやっぱり、数としては多いです。ステルス艦艇とかも欲しいですけどね。ステルス能力を向上させた新しい艦艇デザインを開発。敵の探知や追跡をかわすことができますということなんですけど、これ実際にその北朝鮮を攻めた時の、船の動きを見ていると、射程圏内に入るとどかすか撃たれてしまうっていうのがあるので、ステルス艦艇に関しては正直、少し優先度は低くてもいいのかなという思いはあります。で、続いて、リアルタイムコミュニケーション。で、これは何かというと、
コミュニケーションをより図れるように通信システムも改良した。あと、レーザージャイロ、安定装置。レーザー誘導とかもありますよね。弾道到達範囲がプラス10%。まあ、これさっきの、ICBM と同じようなところになるかな。あ、違うね。BB 弾かな。BB 弾と同じようなカテゴリーになるものですかね。あとは、火器管制システムのアップグレード。改良型火器管制システム。まあ、核系はね、言わずもがなだと思うんですが、まあ、今のところ核に手を染めるつもりはないので、このまま、見ていければいいのかなというところと、あとは艦艇用の電動駆動システム。国内支持率の話は来てるものの、下降か。まあ、横ばいの下降と言っていいでしょう。続いて、近代的海軍、エレクトロニクスということで、こちらは何の効果があるかというと、海軍の戦争技術のアップグレード。レーダーなどの改良ですね。続いて、近代的海軍兵器。システムを戦闘下に組み込みますということで、どんなシステムかというと、ちょっと上を見ると、防衛システムですね。まあね、船が出張っていくシーンがこの先あるのかっていうと、あんまりないのかなっていう感じが正直しちゃうんですよね。やっぱり、今後は飛行機になるのかなと。あとは次世代レーダー系が来てます。で、新型の巡航ミサイル。これは GPS が入れば、すぐにでも開発が可能という内容ですね。で、新型の戦車。戦車の出番が今後どんくらいあるかわからないんですが、少なくても歩兵よりかは出番があるんじゃないかなと思うので、新型戦車はね、今後見ていきたいところにはなります。で、装甲服系があって多目的装備。まあ、このあたりはね、歩兵の装備になるのかなと思いますが。対空防衛サイト。これミサイル技術が必要になります。対歩兵装備。さらに対口径ライフル銃と。これとかはね、まあ、割と、まあ、あっさりというか、さっくりというか、研究しやすい内容なんじゃないかなとは思うんですけど、歩兵を使った戦術というのはちょっとあんまり今頭に入れていないので、それでも研究するのっていうところはあると思います。ミレー型ヘリコプターとかどうなのって感じはするけどな。まあ、これがざっくり見ましたけど、ミサイル技術を中心に戦争のカテゴリーに入っている研究内容ですね。お、消費財はプラス2000まで来たね。あとは産業物資だよ、産業物資。産業物資も同じぐらいざくっと入ってくれると、だいぶね、懐事情が良くなるんですけどね。電力も、原子力発電所が1個できたことによって、だいぶ改善されましたね、一気に。まあ、石油だな、問題はやっぱり。バイオ燃料施設をちょっと多めに作っておいてだ。まあ、そこから得られる微々たるものとはいえ、ちょっとでもね、国庫の収支をプラスに、プラス幅を大きくしていきたい。今、マイナスになっちゃってるのは、前回飛行機をね、12機、戦闘機、用意したので、それに伴うマイナスだとは思います。なんで、いきなり悲観しなきゃいけないかというと、まあ、今、画面の左下に出ている産業のところで赤く出ているマイナス幅、これ約1300ぐらいになるんじゃないかなと思うんですけど、ざくっと見て。電力も合わせて1800ぐらいかな。そうなるとちょうど消費物資
で、稼いだ1800が相殺される形で、産業物資で稼いでいるプラス900がそのまま黒字分として国庫に入ってくる額ぐらいになっているんじゃないかなとは思います。で、まあ、中国がね、桁が2つほど違うほど国庫が潤っているので、中国とまともに殴り合っている韓国がね、本当に、ね、よくわからないですね。軍事物資をもうちょっとしっかりと稼げる産業につなげていきたいんだけどな。まあ、あとは中国が今韓国とだけ戦争してますけど、インドだったりロシアだったりっていったところと戦争を始めてくれると、まあ一気に日本としては開戦し、付け入る隙が生まれてくるのかなと思うんですけど、韓国だけが中国と戦っている今の状況だとちょっとね、戦いづらいですよね。で、中国との間には不戦条約を結んでいるので、まあ、まずはその不戦条約を破棄するっていうところから、もし戦争を始めるんであれば、やっていく必要があるというところになります。で、一応ですね、まあ、全く全然違う話をしちゃいますけど、明日から、上海のディズニーランドの方に奥さんと遊びに行くので、ちょっとね、ツイッターが実は見れないと、中国は。で、YouTube も見れないという事情があるので、反応がね、ちょっと遅くなってしまうかもしれないんですが、一応VPN 付きの Wi-Fi を持っていく予定なので、できるだけね、1日に1回2回はTwitter とか YouTube の方は確認したいなと思いますので、まあ、お気づきの点があれば、まあ、この動画に限らずですね、普段通りに反応していただければ嬉しいなとは思うんですけど、いかんせんタイムリーに、特に Twitter の方だと思うんですけどね、反応ができないというところもあるかなと思うので、その点だけちょっとご容赦をいただければなと思います。まあ、香港はね、ツイッターも YouTube も全く問題ないんですけど、上海はね、中国本土ということもあって、両方ダメですね。で、今回 VPN 付きの Wi-Fi を借りて持っていくんですけど、1台しか借りてないので、まあ、奥さんと共有する形になるんですけど、VPN をオンにすると、1台しかね、同時接続ができないんですよね。なんで、奥さんが使っているときは僕が使えないので、まあ、基本的に奥さんにね、託そうかなと思ってもらうので、まあ、1日に1、2回ぐらいしかちょっとチェックはできないかなと思うんで、香港とかね、シンガポール、あるいはタイだったらもう、SIM フリーのスマホにしてあるんで、SIM フリーのスマホにしてあるというか、まあ、ドコモで SIM フリー化してあるって言った方がいいのかな、してあるので、行ってみれば、現地で SIM カードを借りちゃったり、買ったり、あとはプリペイド SIM とかね、あとは課金制の SIM とか、海外だと手に入りやすいので、そういったものを使ってるんですけど、まあ、中国本土、上海に関してはね、もうどうにもならないというところで Wi-Fi を借りていきます。で、帰国予定がですね、一応30日ですね。4月の30日に帰国と。
で、1日、5月1日ですね。5月1日だけは、国内で過ごさせていただいて、5月の2日、水曜日だったかな、からですね、5月の7日月曜日までは、有給休暇を、ちょこちょこ挟む形にして、挟むというかな、2日と7日に有給休暇を入れて、5泊6日でタイの方に遊びに行くというスケジューリングになってます。で、タイの方は、今お話したように、Twitter、YouTube、全く問題ないので、確認もね、随時していきたいと思っています。で、ちょっとね、まだ未定なんですけど、もし動画が全然足りないようであれば、タイの方に収録機材を持って行って、タイでね、タイのホテルで収録する可能性もあるかなとは思うんですが、ちょっと休みが長い分、仕事が溜まりすぎる可能性があるので、仕事の PC を持っていくってなると、収録機材も合わせて持っていくってなると、ちょっとかなりかったるいことになってしまうんで、おそらく、収録機材は持っていかないと思うので、ゴールデンウィーク中ね、もしかしたら動画に穴を開けてしまう可能性があるかなとは思うんですが、ミカミックスの方もね、彼女さんと別れて暇なんじゃないかなと勝手に思ってるんで、ミカミックスが動画を頑張って更新してくれるんじゃないかなと思いますんで、ミカミックスの動画もね、合わせて見ていただければ嬉しいなと思います。さて、そしたら、ちょっと国庫の状況をもう一度見ておきましょう。消費物資は相変わらず2000を超えてきてくれてるのは嬉しいな。で、石油が、これ1000を切るぐらいまでなんとか持っていきたいですね。電力もプラマイゼロぐらいまでは持っていきたいんですが、今電力に関して言うとね、消費物資、産業物資、軍需物資の工場を稼働させればさせるほど石油が必要になるんで、一通り、ちょっとね、電力に関しても増強をかけていきましょう。石油はね、もうどうにもならないので、一応、バイオ燃料は増強をかけておきましょうというところはあるにせよですね。はい、では、ちょっと今回も短めかつ動きがあまりなくて皆さん退屈されてしまったかなと思うんですが、次回はですね、研究枠として、今回戦争をざらーっと見ていったので、輸送科学、技術、医療、社会というところをね、ちょっと見ながら時間を進めていければいいかなというふうに思っています。では、ちょっと今回ね、短めなんですが、一旦ここまでにさせていただいて、明日からね、ちょっと上海の方に遊びに行ってきますというご報告を兼ねた動画にさせていただきたいと思います。ではまた次回もよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。